見えるカメラマガ。こんにちは。一般社団法人会花 GP の村松大輔です。今日もですね、このお客様からいただいたご質問からこうやって回答させていただきます。この潜在意識をですね、変えないとダメかなと。で自分に自己否定があった時に、その自己否定を自分で認識してあげて自己肯定感を上げていかなきゃいけないという形のご質問いただきました。でそのところのですね、お話をさせていただければと思います。では、画面の共有です。 潜在意識を変えなくていいっていうのはなぜでしょうかですね。このご質問いただきました。この潜在意識を変えなくていいということでしたが、会花の中ではですね、自分が自覚できていない意識に気づくことで、潜在意識に気づくことで、自分の本質と出会えると聞きました。まさにそうかもしれませんで。意識を変えることで現実が変わっていくので、自己の魂を磨くためにも、まさにこれはおっしゃる通りですね、自己否定の意識は、自己肯定の意識に変えていくべきだと思うのですかと。 じゃあここの自己否定をどうやったら自己肯定に変えていくのかというところで、えー、苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃると思いますし私自身もそうだったんですねでまさに自分が自覚できていない意識に気づくことで自分の本質であるということはおっしゃるとりこの自分の本質であるというのがゼロポイントフィールド側の本質の自分が何のためにこう地球に生まれてきたのかなということに気付くということですねであ私ってこういう、ね、あの潜在意識層にネガティブとかね自己否定とか持ってたんだって 自分の脳で認識してあげることで、この意識を向けているから、このフォトンをぶつけている、照射していることになっているので、自分で動かせる、処理できるというお話を聞く方もいらっしゃると思います。で、ここでですね、あのずる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 こう自己否定のループにはまってしまう自己否定を認識して、で自己否定があるからダメなんだと、ここをね、あのネガティブ感じちゃダメとかで,ですね、やっぱりまだダメなんだ、こんな自分は変えなきゃいけない。 っていうふうにして、実はずるずる10年、20年、あっという間にこの時間が過ぎてしまうんですね。で、子供の時からずっと自己否定で30歳、40歳っていう方もいらっしゃいますし、私自身もですね、本当にこう、気づいてから14年間ぐらいずっとこう否定を繰り返していたんですね。で、ここってなかなか抜けにくい。どうやったら抜けたらいいのというところです。このループから抜けられないのは、フォトンの振動数、バイオフォトンの振動数です。私たちの体の中がですね。 この肉体である以前にですね何かというと素粒子ですで。素粒子っていうのはただのわーっと波でしかないということです。確率の波でしかなくてですね。これはですねほとんではなくて電子なんですが、このですねよいしょいこんな感じにこの水素、酸素、炭素、窒素の原子がですねわーっとこれ。 電子です。この周りが電子で、ここ全体で原子一粒の原子です。この中に原子核があって、フォトンどこにあんのって言ったら、この電子運をビュン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 ってこう走ってる。ここに書いてないんですけど、ビュンビュンビュンって走ってるのがバイオフォトンです。そのフォトンが、よいしょ。ほい。 この中を飛び交っているバイオフォトンの振動数が、ですねこの絶対安心なのか、まだだめだ、自分を認めなきゃなのかっていうことなんですね。それで自分の意識を作っている、自分の意識を飛ばしているから、それで現象を動かしているので、今、ご質問者が言われているように、自分の発信が変われば、現象が変わるというのはおっしゃる通りで、その自分の発信が変わるというのは、この中を飛び交っているバイオフォトンの振動数が変わると、絶対安心の振動数になっていくかどうかと、それどうやって変えればいいのと。 これ頭じゃ変わらないんですね。頭で思っても、なかなか行きにくくて、で、それどうしらい,いと。この自己否定を上げて、自己肯定感高い状態にしなきゃいけないというふうにすると、この自己否定に対してダメをのフォトンをぶつけてるので、自分の体内のフォトンがダメな、ダメフォトンを飛ばしてる出してるんですね。そうすると、本来のゼロポイントフィールド側が出ませんと。じゃあどうしようと言ったらですね。 この自己否定でも自己肯定でも実はどっちでもよくってですね、このそもそもの存在が素晴らしいですよと、自己否定で落ち込んでいる、自分をダメダメ扱いしている状態でも、ものすごい機能が働いてますよっていうところなんですねで。図で言うと、どうせ私なんてとかですね、自分を変えなきゃだめだっていうこの感情は、バイオフォトンは、ここの 戻りますねこの電子雲の中を、ここをフォトンが飛び交ってます。で、ここがあって、でそのミクロの元の元のゼロポイントフィールド側が本来の愛とか感謝の振動数なんですが、自分を変えなきゃ変えなきゃと思うのは自分のマインド、頭で考えます。そうすると、自分を変えたいっていう顕在意識レベル側からこういくらこう押し向けてでも、ですねこちらの振動数が低い側が物質側になってくるので、振動数が低い側から高い側に狙っても動きにくいんですね。じゃあ、どうしようと。 やったら振動数の高い側、このゼロポイントフィールド側からですね自分を見る視座なんですね。っていうのがあります。で、このそもそもあなたは素晴らしいという仕組みが自己否定満載でも自己肯定感満載でも落ち込んでてもめっちゃ元気でもどっちでもよくてとにかくアップダウンあります。そのどっちでもよくてですねそのそもそもの存在が素晴らしいという高い振動数。 ゼロポイントフィールド側からの振動数がかかっていれば、自己否定すら財産にできるということで、本当にこの開花のトレーナーさんが落ち着いて安定していて、すごいこういい、あの、慈愛深いっていうんですかね、それは自分の存在のですね、怒るとか悲しむとか、もう全部 OK にしていて、全部がそもそも素晴らしいということに気づいてるんですね。っていう方たちの集まりなので、本当にこう、 あのトレーナー会花のトレーナーさんと一緒にいると私自身もすごくこう居心地がいいんですね。で、会貨の 2D ーーセミナーの中でも、そのトレーナーさんのサポートが入ってもらえると、すごくこう波がいい、場がいい状態になっているんですね。で、このセミナーはですね関連動画につけさせていただきます。とにかく日本中、世界中の人たちがそもそもの存在が素晴らしいということにいち早く気づいてもらいたいので、日本語版も英語版も作成してるんですけども、日本語版をですね関連動画につけさせていただきます。 で、潜在色層を自分が認識してあげることも重要ですが、この、そもそも素粒子ですと。なので、マインドでこう認識するプラスですね、この素粒子の振動数が高まることであり、この魂の振動数が高まっていくことなんですね。が、このところですね、この、 先ほどの、こちらの私たちの原子、体の原子ですね、これ、バーっと出て、全身見てみると、全身がこういう霧の集まりですね、この電子雲っという雲の霧の集まりでしかなくて、体ってそもそもこの素粒子レベルになってみると、えー、体ってないんですね、この電子雲の雲でしかない、その雲の中をほとど飛び交ってます。 で潜在意識層を認識してあげることも重要ですが私たちの意識っていうのはほとんどですよと。で、このほとんどの振動数が高まることが意識の振動数が高まることでありそれがイコール魂の振動数が高まることなので魂を磨く、魂を磨くというのを頭で考えてもなかなかですねいかなくてですねどうすればいいといったらバイオフほトの振動数が高まること。 が魂が上がることになってます。魂イコール、意識イコール、フォトンになっているので、フォトンが上がるイコール、意識が高まるイコール、魂が高まるっていうことですね。なので、今日のまとめをすると、魂を磨くことっていうのは何かっていうと、自己否定を否定して、高い、ポジティブでいること、自己肯定感満載でいることではなくて、ですねそもそも素晴らしいということにいかに気づくかっていうことです。でその 高い振動数を自分自身に響かせて自分の周りの方々に響かせていくことが 本当にこう居心地のいい場を作り居心地のいいフィールドを作り居心地のいいフォトンが地球にこう発信されるので地球がどん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 こう居心地のいい惑星になっていくんですねこの最先端の会議 STS フォーラムという京都で毎年行われている国際会議があるんですけどもそこではですね地球と言わないで One Planet って言ってるんですね One Planet この一つの惑星って言ってるんですよ 一つの惑星の意識が高まっていく一つの惑星に飛ばし合っているフォトン振動数が高まっていくことっていうことがすごく重要ですのでぜひですね皆さん自身がそもそもの存在が素晴らしいということに え、気づいてそこを響かせていくという形になっていただければと思います。その動画がですね、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。